話は聞いた。カーネリアを、貴君の国に起こりし災い、同じ民の王者として、ご同情申し上げる。痛み入ります、フレイド公王。我らもザイバッハ帝国の動き、すでに察知しておる。よって急ぎ都、ゴダシムに舞い戻った次第。だがな、アレン！いかなる理由があろうとも、騎士が国を捨てるは不義、君主の命に背くは不忠。そのような背徳の輩を、フレイドが必要とすると思うか？待ってください！アレンたちは、我が国のためを思い命をかけて、しかも、まやかし人を見抜き、ザイバッハの石膏を撃退！黙れ！お前の助言など10年早いわ。そのお前の独断が、この国を滅ぼすことになったやもしれんのだ。お待ちください。ん？ミラーナ姫。ミラーナさん？姫、そなたとの話は後ほどね。失礼をお許しください、アニメ様。いいえ、今はもう、そのようにお呼びすることはできません。私も国を捨てました。国王様、財閥派の侵攻はすでに狂気。ガイア界すべてを戦乱の渦に巻き込むごときを行い、悲劇はファーネリア一国のみにとどまりはしません。しかも、次なる国攻めの標的はこのフレイドなのです。残念ながらお父様、いえ、アストモンはこのことを放置なさる所存。それがアストリアのためだと。しかしガイア界がザイバッハの手に落ちた時、アストリアの海が平和でありえましょうか？アレンは、アレン・シェザールはそれを阻止せんと単身このフレイドへ。国王様、どうかアレンをお許しください。ミラーナ姫立派になられた。聡明にして寛大、アストリアは良い姫を持たれた。アレン、我が国の兵となりザイバッハと戦うか？我が命、皇后様にお預けいたします。良い面構えだ。期待しておるぞ。あの人がシドのお父さん。幻の月の少女。はい、その少女はステルスマントをまとったガイメルフの位置をたやすく見破るようです。しかも運命を予測することで竜を優位に導いているとの報告。素晴らしい。我が運命予測装置に干渉するほどの力、見てみたい。私はアストリアもフレイドも関係ないの。あなたが無事であればそれでいいの。何してんの？何でもない。アレンさん、瞳こっちへ来なかった？いや、来ていないが。
そう。じゃあお邪魔様。私の気持ちなんて。もう、いや、どうして見えるの？いや、どうして、どうして、はあ、鬱陶しい。バン様が呼んでるよ。たく、ボロボロじゃねえか。王様は剣の使い方が荒すぎるぜ。そうか？そうだよ。シェラザードの剣なんて傷一つついてねえ。悪かったな。俺はあれのこと剣は上手くないよ。あら、王様すねちゃいました。嘘だよ。最初だって剣に傷ぐらいつけるさ。王様ほどじゃねえけどな。ひとみ。うん。用事って？ああ、ひとみの力を貸してほしいんだ。え？いや、何も戦に出るわけじゃない。ひとみは未来の出来事を言い当てたり、見えない敵を感じたりできる。その力を使って、ザイバッハがどこから攻めてくるか、それを教えてほしいんだ。なるほど、そりゃいいや。うまくいけば、奴らの出花をくじけるか。それじゃあ、お嬢ちゃんが、俺たちの勝利の女神ってわけだ。いや。ん？いやよ。ひとみ？ダメなの。私、痛くないの。え？私を便利に使わないでよ。私は地球では普通の女の子だったの。占いが人よりちょっとよく当たっただけ。それなのに、このガイアに来てからなの。占いが怖いほど当たるのも、怖いビジョンばかり見えるのも、私、ひとみ、私に頼らないで。私に占いをさせないで。嫌なビジョンを見させないで。お願い、ひとみ。何よあいつ。フレイドか。ミラーナ姫。ここは生前マレーネが使っていた離宮だ。嫁いでくる前にあれが使っていた建物をそのまま移築させた。まあ、何もかも昔のままだわ。そう、そのままだ。何なりと自由に使うがいい。その方がマレーネも喜ぶ。
シド王子。今眠ったら二度と目が覚めないような気がして。私もです。え？眠ろうとしても戦のことが頭に浮かんで震えが止まらないのです。僕は父上が言うように王になる資格なんてないんだ。私に頼らないで。僕は父上のようになれはしないんだ。母上も僕が立派な王に、だからいつもアレンの話をしてくれたんだ。でも僕には母上の、父上の期待に応えることなんてできはしないんだ。指導寺、人ってね、不思議な力があるんだって。え？おばあちゃんから聞いたことがあるの。こうなりたい、こうなればいいなっていつも心に思うの。そうすれば思いは必ず叶うの。思いは叶う。だってそうでしょ？いつもそうなりたいって思えば人って努力するじゃない、頑張るじゃない。でもね、反対にダメだ、自分にはこんなことできるはずない、自分の思いなんて叶うはずないって思ってると本当にそうなっちゃうの。強く願えばね、いつかその思いは星に届き、星が最後の力を貸してくれるの。星が力を。シド王子、私占ってあげる。星に聞いてあげる。タロット占いはね、星の力を借りて未来を占うの。シド王子の未来を占ってあげる。木34の月、ヌエバ王子様に連れられて武術大会を見に行く。部屋にこもりがちの私を心配してのことだと思うけど、私は武術などに興味はないのに。でもアストリア騎士だ、若き天才剣士。彼の名はアレン・シェザール。これマレーネお姉様の日記。緑12の月、金髪の青年は天空の騎士に任命された。アストリア王国中で誉れ高き12名の騎士だけがその名を受けることのできる天空の騎士。まさに彼こそその名にふさわしい。彼は王宮の警備の任を受けパラス城へ来た。お父様へのおねだりが効いたみたい。お姉様ったら。リンペラトーレ、ジュスティッチア。大丈夫、あなたはこれからどんどん力をつけてみんなから支持を受ける。本当？ラルオタ、来るであろう大きな試練を乗り越えて。あ、何今の。どうしたの？なんでもない。赤3の月、フレイド皇后との婚約が決まってしまった。なぜ王家に生まれてしまったのだろう。私は彼が好き、彼を愛してしまったのに。彼はこれが王家に生まれし女と騎士の運命。アレン、あなたをこんなに愛しているのに。マレーネお姉様がアレンと。何？アレンさん。間違いない、あの夜の子だ。皇后に話したら何と言うだろう。きっと指折り数えて。でも隠すことなんてできはしない。私は。どうしたの瞳。ごめん、集中できなかったみたい。もう一回。カードが逆さのラーインペラトリッチェ、禁断の恋。じゃあシドはアレンとマレーネお姉様の。壮観だわ、久しぶりのザイバッハ四魔軍揃い組。は、アデルポス将軍、この度の戦、先方のご名誉喜ばしいございます。全艦陣形完了。よし、時は来た。神の加護は我らにあり。全軍出陣。聖堂の軍出陣。
て生まれの軍出陣。なんて数のガイメレムだ。四方に陣を張った模様。その数約55,000。ガイメレフに至っては10,000騎余り。いかに籠城戦とはいえ。ボリス、我々フレイドに生まれし者の使命承知しておるな。ん？伝書獅子の巻決行の日ですな。伝書獅子の巻。どうだ、ダンス。メルル、下見のことを頼んだぞ。バン様、どうかご無事で。バネス、お前たちはクルゼードで城の上空を。私はシラザードで出る。ミラーナ姫。アレン、聞きたいことがあるの。マレーネ姫のことですね。そうです、私とマレーネ姫は愛し合っていた。フレイド皇后との婚姻が決まる前から。姫、シド王子はおそらく私と。いや、聞きたくない。シドは私の子だ。お兄様、遊撃隊位置につきました。そのまましばらく待機。突入の時は作戦通りに。分かってるよ、軍師殿。Escafrón.